大原水道及び東水道は、いずれも昭和初期に横浜市に建設された、全国的に珍しい水道幹線路と行動併用のトンネル。現在でも主要な水道施設として使われている。両トンネルは、同時期に同用途で作られ、デザインも似ていることから、兄弟トンネルとも呼ばれている。大原水道南側公門大原水道は、清水家急公園の下を通り、 横浜市南区の清水気球と南大田島を結ぶ歩行者、自転車用トンネル。関東大震災復興事業として、横浜市水道局により1927年6月に着工、翌年7月に完成した。総工費は、当時の金額で72,564円40銭。 全長254メートル、高さ3.62メートル、幅2.44メートルで、西谷浄水場から牧北・磯子方面への水道本館を併設している。校門は、フランス積みにした紫褐色の小カレンガと、花崗岩による独特のデザインで、2000年に横浜市認定歴史的建造物、2006年に土木学会戦勝土木遺産に選定された。 東水道北側高門大原水道の横浜市認定歴史的建造物及び土木学会専用土木遺産選定を表す名板東水道は大原水道から約600メートル北のほどがや区、岩井町にあるトンネル大原水道と同様水道管布設のために作られ似たデザインが取られている1930年に完成し現在ではほどがや駅と岩井町南部 清水が他の住宅街や精霊横浜病院とを結ぶ生活道路となっている。延長168.7メートル、高さ6.3メートル、幅5.7メートルで自動車の通行が可能だが、境外で歩道もないため、走行、歩行には注意を要する。鉄道のトンネルのように所々に退避所が設けられている。特に、 本数は少ないが路線バス経路でもあるため、この水道を大型路線バスが走行している。大原水道と同時に、横浜市認定歴史的建造物土木学会専用土木遺産に選定された。大原水道に関するカテゴリー、東水道に関するカテゴリー。ありがとうございます。